けに来てくれると分かっていたよ。分かっていただと？なぜだ？私はミリアム・ジャージア、ベシン族の預言者さ。私たちが出会うことは見えていたが、まさかこんな恐ろしい状況でとはね。あんたを手伝いに来たんだ。ルツボが一つ残っているが、あれさえ破壊すれば死の乙女たちもこれ以上はルツボを作れなくなる。さあ行こう。グズグズしている時間はないよ。サエルが、奴があんたを見ているよ。サンクチュアリでマルサエルを見つけることはできなかったが、代わりに多くの人間生存者がいるところまで行け。ここは危険だ。おやおや、あんたが守ってくれるんじゃないのかい？それに、あの化け物どもの非道ぶりを知った今では、あんたが最後にルツボを壊すところをこの目で見なければもう眠れそうもないよ。大きな罪の意識を抱えているようね。なぜリアを知っている？私には未来だけでなく過去も見える。過去に飲まれてはいけないよ。もう持てない。そう陰気な顔をするもんじゃないよ。楽しいことはたくさんあるんだからさ。今は浮かれている時ではない。悲惨な時こそ笑った方がいい。それが私の学んだことさ。あんたも私のように多くのものを失えば分かるようになるかもしれないね。未来が見えるのなら教えてくれ。この殺戮に終わりはあるのか？もちろんよ。そしてあんたは末永く幸せに暮らす。信じられん話。私が真実の全てを語っているわけじゃないからね。それにあんたは自分が幸せになれるなんて、やっと会えて嬉しいよ。だけど私が見ていた姿よりも痩せているようだね。あんたは自分のことは二の次にしてるのね。いつでも世界を救うことを第一に考えてる。
んたが町に来ていることは聞いていたよ。戦いを繰り広げてきたってわけか。手を抜くな。きっと奴らの援軍がこちらに向かっているはずだ。来ているようだ。今は使えない。相変わらずの腕前だな。また会おう。死の手先を狩ることにかけては、あんたは芸術家だね。私はここで待ってるから、気にしないで。まだ使えない。今のは何だったんだ。ウルザエルさ。ウルザエルとはマルサエルの軍勢を率いている天使さ。どうやらあんたは彼を怒らせたようだね。そうか。だが今はともかく避難所にいるティラエルに会いに行こう。何か進展があったかもしれない。戻らなければ。
ルサエルの祝福なしに命を落とした者は永遠に呪われるである。誰と話すことができる。もう少しの大人と言ってないけど、どうか私の音に祝福を。ゆっくり見ていって。所持金が足りない。何かご入用かしら。変化している。マルサエルが何らかの形でソウルストーンを変化させているのだろう。ああ、やつはウエストマーチで集めた魂の力を使い石を変貌させようとしている。なぜそんなことをするのかはわからないが、やつは人々を皆殺しにしようとしている。それがわかれば十分でしょ。どうやらやつの次の行動を突き止める必要がありそうだな。ウエストマーチでの魂の収集が大詰めを迎えたということなんだろう。ウルザエル、生かしておくわけにはいかんな。ヤツはどこだ。私にわかるのはヤツがウエストマーチのどこかにある塔にいるってことと、あんたの訪問を歓迎しないだろうってことだけさ。ヤツを倒しに行く前に私の荷車に寄っていきなよ。道具